はい、えー、こんにちはレトスの野です6月15日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます宅券を取得すると資格手当が出るところが多いです資格手当っていうのは、えー、毎月1万円以上の場合が多くて弊社レトスの受講者さんの中には5万円という方もいました まあこの方、ちょっとね、特別かもしれないんですけども、大体2万円、3万円っていうところが多いかなっていうイメージです。で、毎月1万円と考えたとしても、年間12万円ですよね。で、例えば、12万円の投資で年間12万円回収できると仮定すると、年利100%なんですね。で、不動産投資でいうと、年利10%取ればもうすごくいいんですね。まあ大体がもう4%とか3%とか、そんなんがやっぱ多いんですよ。 実質利回りで考えると大体 3%4% ぐらいかなっていうところです。にもかかわらずこの勉強とかね自分に投資すると年利100%とか、まあ、そういった非常に費用対効果がいい投資ができるんですね。なので投資をするときっていうのは一番最初に自分への投資っていうものを考えて投資をしていった方がいいと思います。 そして実際短期集中実労カップ講座、現在約9万円ぐらいなんですけども、9万円と仮定したとしても、9万円投資して、年間12万円の回収ができるわけですよね。ってことはこれ100%を超えているわけです。なので投資としてはすごくいい投資になるわけなんですよね。なのでいち早く合格して、少しでも収入を増やしていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。AB 間の売買で、 買い主 B の意思表示に対応する意思を書く作語があり、当該作語が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、B は常に売り主 A に対し AB 間の売買契約の取り消しを主張することができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは、これ誤りですね。 まず、位置表示に対応する意思を書く作語。これどういうことかというと、まあ、昔でいう表示の作語と呼ばれるもので、まあ、勘違いをして位置表示をしてしまったよということですね。今回の事例で言うと、勘違いをして飼い主 B さんは買いますって言ってしまったというイメージです。で、もう一つですね。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 まあこれもね、まあ、難しく書いてあるんですけども、まあ、簡単に言うとえ、勘違いをしなかったらえ、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分のことなんですね。でこれでもちょっとわかりづらいんで、ちょっと具体例出します。もう具体例考えた方がわかりやすいです。まあ、例えば、100万ドル。まあ、100万ドルっていうと約1億円ですね。の土地が売っていましたと。約1億円の土地です。1億円の土地が100万円だと勘違いして、これ買いますと。 意思表示をした場合、この場合、飼い主 B さんって1億円、つまり100万ドルですよね。と分かっていたら、まあ、購入しなかったと考えられるわけですよ。これが2に該当するんですね。つまり勘違いしなかったら、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分。これに当たるわけですね。で、ここからがポイントになります。で、錯誤が成立する場合なんですけれども、 表意者、まあ、今回で言ったら、飼い主 B ですね。飼い主 B は取り消しをすることができます。で、錯誤取り消しを主張するための要件、まず先ほどの1番、2番を満たすということですね。この部分ですね。意思表示に対応する意思を書く錯誤があったと。つまり勘違いして意思表示をした。また、その部分っていうのはすごく重要な部分だったということですね。で、今回は1番、2番満たしますよね。問題文に書いてあります。 でもう一つ要件があって、表示者 B に重大な過失がない。で今回、重大な過失があるかないかって、これ書いてないんですよ。重大な過失があるかないかって問題文に書いてないんですね。ということは、1番は満たすけども、2番は満たさない可能性がある。2番を満たさない可能性があるということは、取り消しできない可能性もまだあるわけですよね。 だから問題文は常に取り消しができるとなっているので、この常にが誤りなんですね。もし、表示者 B に重大な過失があった場合は、取り消し主張することできませんので、だから誤りになるということです。で、この重大な過失って何なのって、過失ってまあ落ち度なんですけども、それが重大な落ち度ってどんなのって考える方いるんですけども、これはですね、もうあんま考えない方がいいです。 また今回は原則の話だけしかしてないんですねまあ例外的なことがあって憑依者 B に重大な過失があっても作業取り消しできる場合があるんですけども今回はその点ちょっと省略させていただきますもちろん短期講座ではその点も含めて解説させていただきます短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので今年絶対合格したいという方はぜひご確認くださいで問い2ですね宅地建物取引業の事務所で 契約を締結を行うことなく、および契約の申し込みを受けることがない場合、専任の取引士を置く必要はない、丸か罰かという問題です。え答えは罰ですね。これ、宅建業者のこれ事務所なので、事務所には5人に1人の割合で、えー、取引士、専任の取引士を置かなければなりません。で、案内所の場合と、これ、ごっちゃにしないでくださいね。 案内所の場合だと契約の締結を行わない、かつ契約の申し込みも受けないという場合は、専任取引士、置く必要はありません。よって今回は宅建業者の事務所なので、契約を行うか行わないか、また契約のえ申し込みを受けるか受けないか、え関係なく専任取引士、従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので、誤りだということです。では、問いさんです。 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、地帯なくその群れを都道府県知事に届け出なければならない、丸か罰かという問題です。で、答えは、これツですね。 宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし例外的に、軽微な変更であれば、都道府県知事に届け出るだけで良いです。で、今回の問題文っていうのは、原則届け出で良いとなっているので、誤りなんですね。工事の計画を変更しようとするときは、届け出なければならないとなっているので、これが誤りということです。 で問題文はきちんと読みましょうこの解説を1回読んで「えどういうこと?」ってもし思ったのであればそれは問題文理解できていない証拠ですつまり理解学習の重要性が分かっていたとしても実践できていないということなんですよねで実践できていないと実力は上がらないのでちゃんと理解学習を実践していきましょうそして最後に弊社レトスは現在短期集中実用アップ講座を開講しておりますこれまで勉強してきたけども実力がつかない どうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられないわからない部分について質問がしたい忙しくて時間がないけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば今お話しした5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております 短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております